訓練火事のもとの町。あちこちで火事が多発しとるな。そりゃそりゃ、まいったか姫。なんのなんの。市民は火の用心を怠ってはいけませんか。ここんとこカラカラ天気が続いとるからな。私は財布と喉がカラカラですわ。私は頭がカラカラですわ。これカロ、この城の消火設備は？は？全然。消防庁からの注意も鼻から無視して何一つ。なんたること。もしこの城で火事を起こしてしまったら、当主である私の責任。慰謝料など払えんぞ。よし、やりましょう。やりましょう、やりましょう。やりましょう、パパッとやりましょう。そうか、そちたちも協力してくれるか。ところで何を？消火訓練じゃーい！うわー！やめたー！ちょっと、私本気なのよ。遊びじゃありませんからね。いやー、ざわざわ集まった皆の衆、静粛に静粛に。鼻をじくんじゃない。それではただいまより消火訓練を行います。なるほど。面を取りなさい、面を。ごめん。消火訓練だってよ。殿様も暇だな、またごろ。サルスケ、俺付き合いきれんよ、こういう人。これ、サルとマタ。殿様はみんなのためを思って消火訓練を。消火、消火。サルマタ、笑えんしゃれはやめてくだしゃれ。皆の者、よく聞いておくれよ。鶴姫の部屋付近から出火という想定で訓練を行う。いいぞ！いいよ、励ますよ。それで、その時にだ、二人はこの家老の部屋でトランプやってて。ちょっと、トランプしててくんなきゃ。だって飽きちゃったんだもん。だもん。予定通りいかんでしょ。トランプだよ、トランプだ。しょうがないわね。言うこと聞くか。やりますか。そんで、よろしい。で、情勢はというと、家老が3カードで鶴が1ペア。細かいとこ凝るから。火が出たら合図するからね、飛び出すんだよ。はーい。さて、じゃあトランプやってやるか。ねえねえ、ババ抜きしない？いいね。でしょ。さて、そろそろ開始するか。はい、殿。うわー、火事だー、火事だー、火事だー。姫の部屋付近からガー。あー、しまったー。またババ引いちまったよ。火事だー。愚か者め。よし、次行くぞー。なんのなんの。メラメラ燃えた。またよこしやがったな。バトイは俺が持つんだ。バカ、こっちによこせって。火事だ、火事ですよ、燃えてますよ、急いで、火事だよ、火事だ、行きますよ、どんどん。リヘッ。上か下か。ほんと上。火事だって言ってんだぞ、火事だよ。だあらま、どうしたの父上。フライパンなんか持って停電しちゃったりしてさ。どうしてあんたたちは。そうなの。神々、神が南の空へ飛んでいこう。まったくもう、あたしは呆れて物も言えないよ。言ってますよ。あたしは発煙筒焚いて、バケツ用意して、フライパン叩いて頑張ったのに。とにかくもう、あんた方勝手に焼け死になさい。もう知りませんからね。すっかり殿を怒らしちまったな。いいって、いいって。
結構あれで楽しんでんだからね。つよりカロン、私の部屋に行って遊び直そう。で、今度は何やる？部屋の中にばかりいて体がなまってますからな。それじゃあ今度はこれだ。それだ。まったくもう信じらんないわよね。ぶつ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 よ、遊んでばっかりだったから。ザブ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 。わあ、火を起こしてどうするんですか。消しろ消しろ。ああ、あれ、ガソリン。ああ、どう。私の機嫌直そうとして、今さらそんなこと言ったってダメですからね。いくらやってもダメだよーだ。おお、もう私は寝ちゃいますからね。あれ、なんか騒がしいな。姫の部屋じゃないか。見てみようか。熱いの熱いの、とせけー、向こうの山にとせけー。姫、慌てないで。そう、こんな時こそ落ち着いて。そうよ、落ち着くのよ、つぐ。想像シーンが、焼け焦げ。わ、私の城が、私の城が。相当ショック受けちゃってるみたいね。二人で盛り上げましょうか。まあまあ、みんな無事だったからいいじゃない、ねえ。あ、そうそう、城の一つや二つ。ねえ、よ、日本一父上。さすが殿様、太っ腹。教訓。ちょっと待て、
注意するんだ右左天井を床した火の用心その通り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 お城がからかなあ目を閉じれば昔のこと鮮やかに蘇る